事故現場事故現場ディゼリスンパーレンケットという記念碑記念碑ユーバーリンゲン空中衝突事故のメモリアルユーバーリンゲン空中衝突事故は2002年7月1日の21時35分アトックにバシキール航空2937便と DHL611 便がドイツ南部の都市ユーバーリンゲンの上空で衝突した事故である 両機に登場していた71人全員が死亡した。2004年5月19日に、ドイツ連邦航空機事故調査局は、この事故は、事故当時これらの便を監視していた、スイスの航空管制システムの欠陥と TCS が、発した警報の取り扱いにおける曖昧性により、発生したという結論を発表した、ブフ1、バシキール航空2937便は、チャーター便だった。 バシキール航空は、バシコルトスタンの首都、ウファに本拠地を置く航空会社である。2937便には、乗員9名、乗客60名の、計69名が登場していた。乗客の大半は選抜試験に合格した、報奨として、スペインへのツアーに招待されたウファ市内の、小中学生及び引率の教師たちで、同国大統領府及び、 政府閣僚の子供たちも含まれていた。彼らはバルセロナで開催されるユネスコフェスティバルに参加した後、カタルーニャ地方のリゾート地で休暇を過ごす予定であった。報道によれば、45人は6月29日に陸路モスクワに到着し、同日中にバルセロナ行きの定期旅客機でスペインに向かう予定であったが、その便に乗り遅れてしまったため、急遽に1937便をチャーターして、 スペインに向かった DHL611 便は定期貨物便だった。晴天の夜の中2937便はドイツ領空の高度36000フィートをほぼ真西へ611便はスイス領空の高度26000フィートをほぼ真北へ飛行していた611便は事故の12分前に 最初に指示された高度32000フィートより高い36000フィートへ上昇したい旨を完成に要求し8分50秒前には許可を得て36000フィートに上昇した。両機はいわゆるコリジョンコースにあったがこの時点では両機の間には十分な間隔があった。611便はほどなくドイツ領空に到達したドイツバーデンビュルテンベルク州南部の当該空域は スイスの管制区域となっており、事故当日もチューリッヒにある民間航空管制会社であるスカイガイド社によって管制されていた。事故当時、スイス領空全域及びドイツ領空南部を管制していた管制官はただ一人だけであった。彼は当該空域の高高度空域及びドイツ南部のフリードリヒスハーフェン空港への進入管制を同時に担当していた。 普段であれば、管制管轄域内で飛行機が異常接近したりした場合は管制センターに備え付けられていた接近警報装置が警報を発するが、この日は危機点検のため機能が大幅に限定されており、警告を発する機能は無効となっていた。また、当夜はフリードリヒスハーフェニエをれて着陸する便があり、管制管はその侵入管制におよそ5分間がかりっきりとなって、 2937便と611便の異常接近に気づかなかった。衝突50秒前、2937便と611便の双方の空中衝突防止装置が他方の機影を捉えた。43秒前、管制官は611便と2937便とが同高度で非常に接近していることに気づき、2937便に 交錯する気があるので、早急にフライトレベル350へ降下せよと指示した。36秒前、双方の TCS が、それぞれの乗員に警告を発し、611便では、降下、2937便では、上昇を指示した。2937便の乗員が完成の指示に、応答しなかったため、29秒前に完成感は、 再度2937便に降下するよう指示した。2937便の TCS は上昇を指示していたが、2937便の乗員は管制官の指示に従って降下を開始し、一方611便の乗員は TCS の指示に従って直ちに降下を開始した。衝突18秒前、611便の TCS はさらに緊急度の高い指示である。 降下率増加を発報し、611便は TCS に従った。この時、611便は TCS が警報を発しており、その指示に従って、緊急降下中であることを管制に通報しようと、したが、衝突13秒前、管制官が2937便に対して、滝が二時の方向から飛来する、胸の連絡を行っていたところで、611便の 通報は管制官に伝わらなかった。このため管制官は実際には611便と2937便の双方が降下していることに最後まで気づかなかった。管制官は2937便が降下を開始した旨の通報を受け、フライトレベル360を維持する611便との衝突が回避されたと信じ、衝突8秒前に、 フリードリヒスハーフェン空港の侵入管制に戻った611便の乗員は衝突27秒前に2937便の後方等を2時の方向に視認した一方2937便の乗員は管制官から滝が2時の方向より接近する胸の情報を得て糸目右前方を10秒間近く中止し続け実際には10時方向から611便が 接近してくるのを衝突8秒前まで視認できなかった。衝突6.5秒前、2937便の TCS は上昇率増加を指示した。2937便は指示された高度3万5000フィートを下回る高度まで高速で降下しており、衝突2.8秒前には操縦輪が機種上げ方向にいっぱいに引かれたが、午後11時36分32秒。 611便と2937便は、バーデンビュルテンベルク州ユーバーリンゲンの上空高度34890フィートで、611便の垂直尾翼が2937便の胴体を分断する形で空中衝突した。2937便は空中分解して墜落し、611便は衝突で、 方向打を含む垂直尾翼の80%を失って操縦不能に陥り、およそ2分間飛行を続けた後 7km 先の森林に70度以上の機種下げ姿勢で墜落した。両機とも生存者はいなかった。事故発生当初、スイス領空全域とドイツ南部を管轄していたスカイガイド社は管制官が職歴8年のベテランであることを述べ、 事故の原因は完成の指示に速やかに従わなかった2937便にあると主張した。スイス及びドイツ当局はさらに2937便がチャーター機であった点を指摘し、現地の空域に不慣れであった可能性や英語による完成が負担であった可能性などを示唆した。マスコミも2937便には TCS が搭載されていなかったのではないかと批判した。 それに対しロシア当局は、バシキール航空は頻繁にバルセロナ路線を運航していたこと、2937便の5名の乗員は皆経験豊富なベテランのパイロットで、機長はパイロット経験22年目であった上に、監査フライトだったこと、つマイナス 154M 型機が5年前に製造されたばかりの最新型であったという事実を発表し、 事故原因はもっぱら、スイス管制の不適切な指示であると主張した。事故調査の結果、管制を担当していたスカイガイド社の設備に複数のトラブルが発生していた上に、管制上の規律違反が重なったために、結果的に事故が発生したことが判明した。当時、当直の管制官は2名だったが、うち1人は休憩のために管制業務から離れており、2機を 含む管轄空域の航空管制を一人だけで行っていた。これは本来違反であるが、スカイガイド社では長年の監修となっており、上層部からも黙認されていた。また、チューリヒ航空管制センターの接近警報装置が事故の約30分前から危機メンテナンスのため作動していなかった。また主電話回線網も調整のため電源が切られており、代わりの予備回線も不調であった。 このため、運航が遅延していた別の航空機である、アエロロイド航空1135便の侵入管制をフリードリヒスハーフェン管制等に引き継ぐことができず、事故の45秒前まで1135便をフリードリヒスハーフェン空港に侵入誘導しており、この間に2機が異常に接近していることに気づかず、対処が遅れることになった。その他、地上レーダーの不使用などが原因で、 レーダーシステムから航空機の機、また、いずれの事故機にも TCS が装備されており、衝突の36秒前に、双方の TCS が正常に作動して611便では降下、2937便では上昇の指示を、それぞれの乗員に与えていたが、611便の乗員が TCS の指示に従って、完成承認コードを離脱し、降下を開始した一方で、 2937便の乗員は TCS を無視し管制官の指示に従って降下を開始したことが明らかになった。加えて管制官には TCS の指示が出ていることを知る術はなく611便が TCS の指示に従って降下中であることを無線で連絡しようとするも渾身で失敗したために管制官は611便が 完成承認高度36000フィートを維持しているものと信じて2937便に緊急降下するよう指示し611便と2937便が両方とも降下していることに最後まで気づかなかった同様な事故として前年の2001年1月31日に羽田発が廃棄 JAL907 便と富山発成田行き JAL958 便が静岡県上空で 空中衝突する寸前のニアミスが発生していた。このニアミス事故も、管制が誤った指示を行った上に、片方のパイロットが TCS ではなく、管制を信じたために起きたものであった。日本の国土交通省が国際民間航空機関に対して、同様の事故を防止するために調査を求めたにも、かかわらず、TCS と管制のいずれを優先すべきかの、国際的基準がないまま1年半も案件が、 放置され、611便と2937便の衝突事故に至った。日本航空機同士のニアミスでは600人以上の命が危険にさらされたにもかかわらず、その教訓が全く意味をなさなかったのである。事故後、スイスのレーダーの安全性を向上させるために、早急な改善対策が出された。また管制官の指示と TCS の指示が相反する場合には、 tcs に従うことが定められた。なお、スカイガイド社の大株主であるスイス政府は、口述する管制官が自宅前で視察された事件を機に、事故の遺族に対する保証の用意があることを表明した。事故の直接の原因となったデンマーク人航空管制官は、事故後にその職を辞していたが、2004年2月24日に自宅前で視察された。被疑者として、 ロシア連邦バシコルトスタン共和国出身のロシア人、建築士が逮捕された。その後の取り調べで、建築士は元管制官に事故で死んだ自分の家族の写真を見せたが、元管制官は謝罪せず自分の目の前で写真を捨てたため元管制官を刺したと述べた。建築士はこの事故で妻と二人の子供を一度に亡くし、事故から自殺事件を起こすまでの2年間のほとんどの時間を、 自分の家族の墓の前で過ごしていたという。そのため、建築士は、心身交弱が認められ、スイスの法廷は2005年10月26日に、懲役8年を宣告、スイスの刑務所で服役していたが、2007年に刑期を短縮され釈放され、ロシアへ帰国した。ロシアでは、英雄として処遇され、北オセチア共和国の建設副大臣に任命された。 ナショナルジオグラフィックチャンネルで放映されているカナダ制作のドキュメンタリー番組メーデー航空機事故の真実と真相第2シーズン第5は MID エアーコリジョンでこの事故を扱っている。なお、この番組では管制官と TCS の指示が相反するときには TCS の指示に従うのが世界標準であるのに対し ロシアではどちらに従うかを明確に決めていなかったのが事故の一因であると描写している。同ナショナルジオグラフィックチャンネルで放映されている。イギリス政作のドキュメンタリー番組、衝撃の瞬間第5シーズン第6は、上空での第惨次においてもこの事故を扱っている。前述の元管制官の視察事件の再現より、番組は始まり、建築士の証言も含まれている。2009年に、 ドイツのテレビ局 SWR とスイスのテレビ局 SF が制作したテレビ映画フルークインダイナハとダスングック・フォン・バーリングンはこの事故とその後の管制官の殺害事件をもとにしている2017年4月に公開されたアメリカの映画アフターマスもこの事故後の出来事をもとにしておりアーノルド・シュワルツェネッカーが主演する2019年5月23日にフジテレビ系 奇跡体験。アンビリバボー2時間スペシャル一つの事故により、未来を失った二つの家族において紹介された。ありがとうございます。